こんばんは。公演ありがとうございました。あんずちゃんの生誕祭でした。みんな見てくれましたか？やっほー。やっぱり生誕祭は素敵ですね。だるまありがとう。だるまありがとう。そう、手紙を代読させていただいたんですけど、気持ち入りました。だるまありがとう。素敵なお手紙すぎて、やっぱね、ママからの手紙は泣くわ。いや、ほんまに産んだって聞かれたもん。いや、ほんまに自分でもあんず産んだんかと思うぐらい、お母さんの気持ちで手紙読みました。めちゃめちゃ素敵な生誕祭だった。だるまありがとう。いや、マジで生まれてきてくれてありがとうと思って、そこって感じ。いいね、ありがとう。いや、本気でまず生まれてきてくれてありがとうなって思って。泣きました。やっぱ生誕祭っていいな、素敵。サイリウムありがとう。スピーチもしっかりできてて偉かった。だるまありがとう。やっほー。だるまありがとう。ね、タコありがとう。明日も、明日はね、リカさんの生誕祭。明日もしっかりお祝いしていきたいと思います。どれもありがとう。ハラハラした。どれもありがとう。いや、今日は漢字とかちゃんと読めるかと、あと噛まずに読めるか心配でした。けど無事読めました。キョピハートありがとうね。ぶりっこじゃんけんしよう。そう、ひょうちゃんも感じ弱いかもしれない。ハート100個ありがとう。じゃんけんしよう。だるまありがとう。そう、今日はね、早く寝ます。しかも明日土曜日やんな。開演時間早いよな。ハートありがとう。だるまありがとう。なんかクーラーつけてるとなんか風の音がうるさいのに急に静寂。だるまありがとう。なんか静寂すぎて嫌なんやけど。あ、来た。無音嫌じゃない？だるまありがとう。
そう、ワンズちゃんのスピーチ中もね泣きそうになってた。マジで母お母さん、ヒッピーアクスタ連れて行きます。嬉しい、いろんなとこ連れてやってあげてね。あとありがとう。無音の部屋苦手、めっちゃわかる。常になんか流してる。あれは泣いてた。あれあれね、あんずちゃんかわいい、好き。あずっぴー最高。なんかね愛おしかった。サプライズじゃない、何だっけあれ、お話スピーチしてる時愛おしい気持ちで見てた。てかさ、今日さ全然前髪崩れへんかった、すごくない？だるまありがとう。そうサプライズもね、サプライズの話もちょっとそんなアピールするつもりなかったんけど、アンズがなんか言ってくれたからさ、店の中で花火やっちゃいました。そうよ、優しい素敵な子がアンズタンの友達にはいるようですね。素晴らしい。いや全然アピールするつもりはなかったんですけどね、そんなまさか人の生誕でそんな自分のねアピールをするなんて、そんなことしませんよねえ。だるまありがとう、公園に入りました、ありがとう。だるまありがとう、だるまありがとう。サプライズ今日あんま人にやったことなくてさ、なんか何人かでやることはあったけど、一人でなんかやるのが初めてやったから焦った。めっちゃねお店調べた。けなげで可愛いだろ。だるまハートありがとう。しかも今日が名古屋のお店全然知らんから、あわ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 と。でもおでの相方に、相棒に幸せになってほしくて。でもね喜んでくれてて可愛かった。愛おしいぜ全く。ハート100個ありがとう。そうね、遊園地行きたいな、行きたいな。ジェットコースターも全然乗ってない。でも並びたくなくてさ、今日が並ぶの嫌い。ハートありがとう。今日も可愛いでしょう。長スパって混んでる？なんかあんま行ったことないから、ユニバ以外その遊園地の並び時間の相場がわからない。え、全然今日が300分とか並んだことあると思う。あ、言い過ぎ。あ、言い過ぎた。5時間か。それは言い過ぎ。300分は言い過ぎ。300分は言い過ぎました。300分並んでる人たちを見てすごいなこの人たちと思ったことはあるけど、決して自分は並んだことないな。3時間並んだことある気がすんねんけど。え、3時間って何分？3、多分18、180分だから全然並んだことある。なんかハリーポッターがやけに混んでて、でも子供やったからジェットコースターも乗れへんくて、なんかムキになって並んだ記憶がある。だるまありがとう。そう、平日の昼間に行くユニバ一番最高。
ファストパス何円？だるまありがとう。いい食べ物で2時間待たれへんねんけど今日か絶対。あでも今日かタピオカ1時間半とか全然並んでたわ。なんかタピオカめちゃめちゃ並んでたことみんな覚えてる？爽やかめっちゃ並んでんな。そういえばだるま引っ越してええで、だるまありがとう、ハートありがとう。タピオカ1時間も全然並んでた。なんか意味わからんぐらいゴンちゃん並んでて、めっちゃ並んだことある今日か。だるまありがとう。そうタピオカなら並べたな。ポーションっていうの？かっこよ名前。ポーションっていうん、かっこよ。ポーションです。好きなスポーツ、え今日かね、スポーツ何でも好きだけど野球は下手っぴ、サッカーとドッジボールとバスケとバレエもめっちゃうまかったな今日か。懐かしい。中学校のバレーボールほんま楽しかった。おー楽しかった。えリフティングね結構ね前できた、斜めやった。だけどバッティングセンターみたいな行った時に、バッティングセンターには行ってないんだけど、なんかあった、タコありがとう、やった時にめっちゃ下手くそすぎて、なんか怖かったし、しかも全然できんかった。で陸上もほんまに得意、今日か足速かった。リレー選手とか毎年選ばれるタイプやった。てかね、なんか負けず嫌いやから、えなんかさずっと落としてんのほんま嫌やねんけど、もうほんま嫌、ほんま嫌。このなんかなんか水色のやつありがとう。だるまありがとう。なんか普通に音をすることないのにさ、なんか今日2回ぐらいさなんか音鳴ってんねんけど、お化けいる？お化けいる？もしかして。だるまありがとう、マジでやめてほしいかも、迷惑だな。だるまありがとう。ラップ音って何？怖い話ならやめてくれ。えラップ音って何？えもうほんまやめてや、終わった。えちょラップ音って何？ラップ音って何か言ってみ。ウサギがおるかも。あそういうこと、自分で調べて後悔して。わかった、じゃあほんまに言わんといて。最悪、マジで最悪。今日本日のあれ心強い。なんかさ最悪、お風呂入られへんねんけど。なんかでも確実に怖がりやで、めちゃめちゃビビりやで。え違うで、今日が原因分かってんで。あの容器、なんか食べ物の入ってたものとかそういうのがなんかこうペコってなってるやん、それがなんかいつの間にかペンみたいな、わかるの？へっこんでたのがペッってなるときあるやん、それの音がした。突っ込まんかったら別に気にならんかった。てか今日結構さたくましい、強いから、なんか誰かとおるときの方がビビるかも。なんか一人になったら逆に、ああお化け、あ妖怪の仕業だってなる。普通に空気や気温や湿度の変化で音するの。そうそれ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 、原因はっきりしててくさ。それでちょっとみんなのことワクワクさせちゃったけど、結局多分今日かさっきおでん食べてんな、
なんかおでん始まっちゃってたから、だから始めちゃおうと思っておでん食べて、多分その容器がこうペコってなってたけど、あ、そう、ペットボトルでよくあるそれそれそれ、こうペッみたいな、あはは、だるまありがとう。あと冷蔵庫もよく音放つ、なんかポンみたいな愉快じゃないめっちゃ。そう、おでん始まってて落としたら壁蹴り飛ばしていきましょう過激な顔が増えたそれでいっか。え、おでんにね味噌つけようと思って持って帰ってきたけどつけんかったな。妖精がいる、あ、そう思えばいいか。電子レンジも泣きます。今日の冷蔵庫泣く、めっちゃおもろい。なんかほんまにポンみたいな音するほんまにうるさいの時の方がたくましいねんな、一人の。おでん久々に食べたら美味しすぎて声出た。え、美味しいってなった。悲しいな。ラッコさんと比べてドライブ行きたい、わかる。ほんまに可愛かった。あれね、おでん結構始まってない？壁切るのはあかん、間違いない。痛い痛いになるからな。豆腐のおでん食べたことない。きょうちゃんが一番好きなおでん何か知ってる？大根。どう考えても大根が好き。あとおでんくんも好き。あと白滝も好き。卵は途中で飽きる。え、分からんね。卵今日が絶対頼む、毎回絶対頼むスタメンには入ってるねんけど、途中で飽きん。なんかめっちゃもう口パサパサしてきて、うわーもうミスったこれみたいな、次からいらんかもって思って、でも毎回頼んじゃう。これほんまにあるあるじゃない。誰もありがとう、ガングロ卵ちゃん。そう、黄身のところ、え、分かるやんな。白身はめっちゃ好きやねんけど、黄身がめっちゃ飽きる途中で、まあ、これもういらんなってなっちゃう。ちゃんと食べるけどね。そう、おでんくんだよ、餅巾着だよ。からしつけない。からしって辛すぎるもんだって。だるまありがとう。うん、わー、ママのおでん食べたいな。8ヶ月ぶり、すごっ。からしは辛すぎるえ、辛すぎん。あれ、今日かわさびはいけるようになってんけど、多分今日が今成長途中にいて、わさびの良さは理解できたけど、からしはまだ理解できひんねんな。まだキッズな部分がある。ちょっとキッズな部分残ってて嬉しい。だるまありがとう、ハートありがとう、だるまありがとう。でもね、わさびもなんか
調子乗って書きすぎるとマジ辛すぎてこの間頭痛くなった。あ、でもこの間ねお弁当にシューマイ出てきた時にからしやったからつけたわ。すごいでしょ。え、おでんの味の違い全然わからんねんけど、一緒じゃない？確かにあった方がいいなとは思ったりするかも。うなぎに山椒かける、ちょっとだけかけたからいけた。辛くないからし、辛くないわさびも悪くない。あれややこしいよな。え、おでんはじゃあちなみにからしと味噌だれ、味噌どっちの方がおすすめ？でもね、最初味噌つけておでん食べた時結構衝撃受けた。めっちゃ美味しくて、味噌なんだ。だるまありがとう。やっぱ味噌なんや。味噌美味しいよな。味噌ね、まずコンビニに味噌置いてんのすごすぎてびっくりした。でめっちゃつけたら美味しかった。だるまありがとう。いっぱいな、からし派少なすぎてびっくりした。やっと言いたからし派。おでんくんはあれです、もち巾着、いそ巾着って言おうとしちゃった。両方忙しくない？味、そう、味噌あるの当たり前と思ってたでしょ。だから愛知県民の人がどっか違う地方に行った時物足りなく感じるんじゃない？おでん食べて味噌がにゃいってなっちゃう。なんかもう久々に味噌つけて食べよう。味噌美味しいよな。ほんまになんか多分食べたことない人めっちゃ多いと思うから普通に食べてほしい。関西の友達みんなに勧めたい味噌。関西にあって名古屋にないの？ない、なくない？たこ焼き器ぐらい。一家に一台たこ焼き器がないぐらいかな。別に、ね、でもよく見たらなんかないってなりそう。なんかないろいろなものつけて味噌わかる。なんかねお弁当に前ついてた、テンション上がった。やば、寒っ。餃子のタレ。え、今日がたこ焼き焼くんほんまにうまいね。めっちゃ上手に焼ける。だるまありがとう。タコパしたい。たこ焼きは絶対にソースとマヨネーズでしょ。
めっちゃたこ焼き焼くのうまいで、まんまるにできる。上手すぎてもう他の人にやってほしくない、もう私がやりますって感じでも最近やってないからな。ネギポン酢美味しいな、ネギ美味しいよな。お好み焼きあんまやらへんねんな。ねえ、11期でタコパ絶対楽しい。11期でもっとやりたいことがたくさん多すぎる。ドライブしたいし、まず運転できひんけど6分の5運転できひんけど、タコパしたいし、あとピザパもしたい、焼肉も行きたい、ユニバも行きたい。今日は公園ありがとう、楽しかったね。眠たいっぽい。いいな、ほんまに運転したい、もうほんまにお願い、マジ頑張るんで。いや、ゆうねちゃんの運転めちゃめちゃ安心感あんねんけど。やば、あと2分だ。ランキングいきまーす。13位黄金のプー、12位男の子、11位うさぎ、10位これは石津さんのやつ、9位キョッピー、8位犬、7位マキコさん、6位パンダ、5位滝野由美子さん、4位男の子、3位B2 位白いクマ、1位犬、ありがとう。だるまありがとう。今日もありがとうございました。愛しのアンズタンの生誕祭もありがとうございました。アズッピーラブなので、これからもマブな二人の姿たくさん見てね。キョッピーラブ、だるまありがとう。楽しい配信ありがとうございました。こちらこそ今日もありがとう。明日も時間がない公演頑張ります、楽しみ。ちょっと早く寝よう、今日早く寝ちゃう作戦で行こうかな。8、9、10、11、12、うん、早く寝ますじゃあ。今日は早く寝たいと思います。そしてまだ明日の朝早く起きてゆっくり朝ごはん食べて、そうします。今日は早く寝ます。バイバイ。